脳死でバスターブレイダー使っても正眼には勝てない竜です。さあ本日なんですがですね、奇跡のシナジーデッキをねご紹介していきたいと思います。新しいストラクチャーで追加されました。皆さん買いましたか、このストラクチャーは。ぜひね買っていただきたいと思うんですが、この、ロードドラゴン、ドラゴンの統制者っていうねギタリストを今日活躍させていく、活躍というか救うというか言い方はいろいろあるんですけども、このモンスターを活躍させていくというデッキに、なっております。このモンスターは、モンスターゾーンに存在する限りロードオブドラゴン、ドラゴンの支配者として扱うという。支配者わかりますかね。支配者ってこいつです。これとして扱うんですよ。彼は似ても似つきませんがこいつとして扱うという効果を持っていると。で、このカードは召喚に成功すると手札から魔法トラップカードを1枚捨てて、デッキからドラゴンを呼ぶ結果、目覚めの戦列か復活の競争かどれかを1枚手札に加えるよっていう、そういう効果を持っています。でですね、このドラゴンの統制者なんですが魔法使い族なんですよ。なんでこれね、魔法使いって強いモンスターいて、サイレントマジシャンって言うんですけどね、これ一応これ下敷きにして出せるんですけど、これ、ね、どうやってやったら強いかなと思って、これですね、魔法カード捨てる効果めっちゃ弱いんですよ。魔法トラップカードを1枚捨てて、持ってくるっていう、この笛とか持ってこれるよっていうことなんで、要はアドバンテージを稼いでくれないんですよね。手札交換してるだけなんですよね。だから、これモンスター切れたらめっちゃ強かったんだけど、切れないんですよ。だからそこでどうすればいいかって考えた結果、これ捨てたら強いかなと思って、サイレントバーニング。これ墓地から除外するとサイレントマジシャン持ってこれるっていう、魔法カードなんですけども、これをこいつで捨てると、サイレントマジシャン持ってこれるんで、アドバンテージ失わずに普通にこいつをサイマチに変えるってことができるんですよね。こいつね、フィールドにいる状態だと弱いんですよ。いらないんですよ。だから、これ邪魔だから、ドキュー部隊とかでもいいけど、どかすか、サイマジン変えるかしたら強いかなと思って。で、今日はそういうシナジーをね、見せていきたい。奇跡のサイマジ聖眼っていう、デッキをね、ご紹介していきたいと思います。で、もちろんね、サイレントバーニングは、このサンブレとかインガとか、こういうの切っても、サイマジン持ってこれるんで、なんだかんだ強いんですよ。で、あんまりこれ入れすぎると事故るんですが、こいつも実は魔法使いなんですよね。チューナー、青木の剣士も。なんで、こいつを下敷きにして、こいつとか乗せますんで、悪くはないシナジーかなと思ってます。で、メインギミックはもう、ほんと、正眼のギミックですね。剣士とか、太鼓とかを、こう、インガセザンとかサンブレとかで切っていったりとか、目覚めの戦列でオルタラ出したりとか。一応、こいつが3枚入ってるんで、オルタラティブは結構出しやすい。これがサーチできるから。ただね、こいつがね、やっぱり弱いんだよな。こいつでさ、因果切断切るとかさ、したくないじゃん。せざるを得ないみたいな、場面も来るんだけど、したくないから。なので、この辺をね、切れればいいかなと思って、組みました。で、エクストラデッキはね、これ、こいつは4なんで、4と1でシンクロできるように一応アルマレス入れましたけど、扱ったことはないな、今のところは。エクストラデッキは、オルタナ聖眼と同じような感じでね、使っていければなと。サイマジで魔法トラップを止める、つまり局所とか、インが絶対じゃねえや、コズミックサイクロンとかを止めて、トラップカードの効果を通していくみたいな感じの動きに、していければ一番いいかなと思ってます。早速ね、ロードオブオルタナティブデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。そのなんか効果にチェーンしてた時に強い、これは強い、これはちょっと強いね。ですね、ロードオブドラゴン、ドラゴンの統制者を召喚、そしてロードオブドラゴン、ドラゴンの統制者の効果によってサイレントバーニング墓地のクリ、ドラゴン目覚めの旋律を持ってくるぜ。そしてサイレントバーニングの効果、このカードをゲームから除外し、サイレントマジシャンを手札に加え、そしてドラゴン目覚めの旋律を発動、太鼓の白石を墓地の送り、ブルーアイツオルタナティブホワイトドラゴンとブルーアイツホワイトドラゴンを手札に加える。そして俺はフィールドの魔法使いとかモンスターをリリースし、サイレントマジシャンを特殊召喚。ちょっと強い、ちょっと強いぞ。召喚してサーチしておくか否か。ブルーアイズは出てこれる、まだ良さそうだけどな、出さなくても。これこのまんまエンド説あるな。ターンエンド、太鼓の白石のモンスター効果を発動、白き霊竜を特殊召喚、これでどう、これは美しい。さあどうだ、魔法カードは止めるぞ。これはなかなか強い、感動的には。さあエアーマン
よし、いいだろう。魔法カード止めてやる。魔法カード止めてやるぜ。さあ、矢を召喚して、ファリスか。これ何、何ヒーローだ。すり替えか、なんだ。ファリスは言わん。5000パンチマン出てくるのやばいから融合止めようか。マスクは最悪なんとかなるっていう話ですよね。なんで融合をまあ止めましょうみたいな話。さあ、インクリス効果いいでしょう。5000パンチマンだけちょっとやばいでね50003回パンチマンみたいなやばいやばいやついるじゃないですか。ヒーローあれだけちょっと出させたくないんで。はい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 、いいですよ。バイオン効果、はい、いいですよ。 OK です、 OK です、 OK です。了解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 。いいよ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 、ぶんましいよ、いいよいいよ。あ、でもさ、これブルーディー来たらやばいのか。ブルーディーとか来たらやばいか。まさかの地下融合、はい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 。え、これブルーディー来たらやばくない、これ。普通にやばいの起きない、ブルーディーってブルーディーだけ本当にやめて。ちょ、ガチでやばいこと来そう。いやあ、でもそっちか、そっちならいい。霊竜って効果使えるもんね、一応。霊竜は効果を使える、一応。で、ディアボリック界、はい、了解です。はい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 、OK です。ディアボ OK です。で、融合、はい。まだいいや。しゃ、ブルーディーちょっと勘弁してくれや。2体か。アドレーション、はい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 、 OK です。まあ、一応霊竜でよかったねって感じだね。これだって無効になんないよね、これリリースしたそうでしょ。それはいい、それも。え、これ耐えるよね、俺バトル。え、これ活動できるよね、これね。バトルステップ、白き霊竜効果現れろ。ブルーアイツホワイトドラゴン、うわー、よーし、危ねえ危ねえクソ危ねえ、ガチで危ねえ。モンスター効果は無効になってるんで、何がいるんですか、今墓地に。霊竜ですか、あー、霊竜か。こいつ突破しないと何にも僕できないんで、シンクロして、シンクロして、スピリットになってこいつぶん殴っといた方がいいか。スキルを発動する必要はないね。だからこうして、で一応この効果発動するんだけど無理だから、これ発動しないからシンクロするじゃないですか。まずスピリットドラゴンにシンクロして、でこうするでしょ、こうでしょ。でホワイトブジレジェンドの効果で聖眼を回収していく、はい。で見せつけで特集、さあ来い、ブルーアイツウルトラディブホワイトドラゴン、ぐわーはあ、しゃー、バトルフェイスふんだ、それはいい、これは無効。これって単一、ちなみにこいつの効果、よし、大事だ、無効にしていけ。墓地の効果が発動した場合、その効果を無効にし破壊することができる。ブレ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 、よし、オーケー、たまりやがれ、とりゃー、よっしゃー、よし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 、返したぞ、インチキドロー強い、助けてくれ。でもインチキドローしたらあのディバインガイの方が使えないからね。あとディバインガイの方が止めれるんだ、でスピリットで。これは強いぞ、いやーなんでしょうか。ブルーディアもういないからいいわ、それはいいわ。最悪銀流になって防ごう。ちょ、これさ、またさ5000パンチマン来るってこれ、これ5000パンチマンもしかしてまた来ますこれえ、これ5000パンチマンまた来るんすか。あ、でもインクリスいない、やった、神ゲー、それ無理、あ、無理、全然無理、無理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 、全然無理、無理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 、オッケー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 、よし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 、耐えた耐えた耐えた、
神ゲーだ。ありがとうございました。あ、トムさんどうでしたか。精霊竜の強さ分かりましたか。精霊竜に分からされたようですね。精霊竜が最強ということ分かってしまったか。お、もう来てんだよなこれ。来てんだよな。はいはい。豪気豪気ネクロバレー、ネクロバレーつら。ネクロバレーつら。これは一回踏みに行きます。一回踏みに行くっていう説ありますよね、罠を。これでこれで一回踏みに行くっていう説、これ結構強そうじゃね、踏みに行くの。これ正眼見して、これ一回これこうして、一回ちょっと露払いして、露払いして、で効果使って、で、これどっちでいくか。持ってこられるのが豪気スープレックスの方がめんどくさいから、これか。あれか、ツイストコバの方が良かったか。ツイストコバの方が良かったけど、ですね、もう一回出して、あれですね、オルタラオルタラができますね、これで。一ターン2回オルタラができますよね。今のところ、今のところ一ターン2回オルタラは可能。さあどうする、1回罠を踏み切って、はいはいはい、それは特にスルーと。だからツイストから持ってきて、これでリーグになって、レイリューになってバック踏んで、目覚めの戦力使って、難しいな。召喚したら召喚権が残らなくなっちゃうから、レイリューでバック踏んでいった方が強そうだよね、これね。これこうして、これこうして、これ一回マジでヤバいカード踏みに行こう。これ多分どうせドキュンとかでしょ。デイリュー効果、はい、これレモンチェーンかなんかな、なんだこれは。これちょっと豪気デッキ相手だと結構意外とブレイクむずいんだよね。なんだろうねこれね。一応レイリューは変身できるんでそんなに痛くないんですけど、さあ考えておりますね。お、一応突破はできそう。ド級だ、なるほど、はい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 。じゃあロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの統制者召喚で効果発動。俺はドラゴンを呼ぶよテクナに加えるぜ。そしてこれ勝ってる、もしかしてドラゴンを呼ぶよの効果発動テクナのブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。これライフ足りてる俺、もしかして、もしかしてだけど俺ライフ足りてます。バトルいけー、オラミのバーストストリーム足りてる。ライフ足りてる、はい、トン神ゲーよ、ロード・オブ・ドラゴンありがとう。聖眼しかいないぜ。うわだってさ、これをさ、私後おかしいことするもんね。因果切断捨てるとかいう気持ち悪い動きしかできないから、これはさすがに、いやこれだってさ、これ因果切断捨てるのおかしいじゃん。頭これこうなんだよね、因果切断捨てるのマジで頭おかしいから、こうしてで、まあこうですよね、まあ、これはこれが一番いいと思う基本的に。こういう手段の時ね、めっちゃ悩んだ。こいつね、強そうに見えてめっちゃ弱いんですよ。因果切断捨てるなんていう選択肢ないでしょ、頭の中に。はいはい、アーキオン剣士は OK、 了解。調和があるときついな。調和やめてください、調和だけやめてください、調和やめてくださいって言ってますよね僕。調和やめてくださいって言ってます。ロードオブドラゴンから逃げるな。やばい、やばい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 、
いやでもこれシンクロしたいから、これは隕石しよう。こうして、これ無理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 、マジでオルタナは隕石しとけばいいから。そしたらもう出てこない、やばいやばい、あ強い。進化したっけ、進化したよね、進化した、最強ドラゴン OK。 じゃあオルタナで一応、あ、セイガーになる、ほう、レイリューからセイガーになる、手札めっちゃ使ってる。でもう一回あ、これぶん殴るか、3000でぶん殴り、もう召喚剣使ってるからもう無理だな展開は。そこで止めとけ、そんなボタン。いや、どんだけ強いのみんな。あ、でも効果使、あ、そうか、主力で出せるのか。あ、でも守備か、あ、だから耐えた、今効果使わずに殴れば勝ちなのに。プレミしたな、さては。これ耐えるか、あ、エネアード、あ、なるほどですね、そういうことですね、あ、そういう、そうですね、あー、なるほど、そういうデッキ。